はい、今回のテーマとしてはペンホルダー選手が必ず覚えておきたい3種類のバックショートのポイント、特徴について解説をしていきたいと思います。どの年代、どのレベルにおいても私自身すごくおすすめするペンホルダーの技術、それがバックショートなんですよね。裏面打法もすごくいい技術なんですけど、ペンホルダーのバックショートにしか出せない味というのもありますので、私個人としてはやっぱり絶対に覚えていただきたいんですよね。でその中でただバックショートを行うだけではなく、バックショートというのは、様々な技術のバリエーションがあるんですね。でそのバリエーションの中で私が特に覚えていただきたい3種類のバックショートについて今回は解説をさせていただきたいと思います。ではやっていきましょう。はい、今回私がおすすめをさせていただくバックショートの一つ目としてはナックルショートです。このショートはバックショートの中でも一番攻撃的なんですよね。シェイクのバックドライブに打ち負けないぐらいの質を作り出すことができ、相手のミスを誘うこともできる、超おすすめの技術になっております。でこのナックルショートというのは、特に相手が台との距離をあまり取ってこない選手に対して、すごく効果的になっております。この技術は、どちらかというと弧線ではなく直線的にボールを飛ばし、そしてナックル軽く合わせるだけだとポトンとネットに向かって落ちるような性質を持っていますので、やはり台から距離が近い選手だと持ち上げることにすごく苦労するんですよね。そして相手が若干回転をかけてくるようなプレーを多く行ってくる選手の場合、上から抑え込んでいくこともすごくやりやすいですので、そういった選手相手には積極的に活用していただければいいかなと思います。この技術が1個あるかないかだけで、相手からこの選手バックショートすごく怖いなと思わせることができる、攻撃的な技術になっておりますので、ぜひとも覚えていただきたいですね。特に表ソフトの場合だと、ボールがナックルになって飛んでくると、想像される方も多いですし、実際に、鋭いボールを打ち出すことができるんですけど、裏ソフトの選手でも、このナックルショートを活用してもらうことによって相手の想像を裏切るようなボールを作り出すことができるんですね。やっぱり裏ソフトだとバックショートにおいても回転がある程度かかってくると思い込んで、後ろから前にラケットを出そうとしている選手結構いらっしゃいます。ただこのナックルショートを用いることによって、裏ソフトなのにこんなにボールが落ちるのかといった相手へのギャップを与えることができますので、そのギャップが試合の中ですごく効果的になる要素になっておりますので、裏ソフトでも表ソフトでも活用していただきたい一つ目の技術になっております。2つ目の技術としては横回転系ショートです。これもペンホルダーの特徴ですよね。相手の打ってくるボールに対して自分で横回転をかけて変化をつけ、相手のミスを誘う。この技術というのはやはりシェイクハンドの方にはなかなかできない技術だと思います。最近だとカットブロックのようにやる方もいらっしゃるんですけど、ペンとシェイクどっちの方がこの技術を行うのが簡単かというと、絶対にペンだと思っております。そして今回横回転系とお伝えさせてもらったのは意味があって、横回転の中でもシンプルな横回転ショートと、あとは横下回転ショート、いわゆるカットブロックですね。この2つになっております。この使い分け方というのは、普段の基本的なラリーの中でやっぱりカットブロック、横下回転を加えることが難しいんですよ。なのでラリーの中で変化をつける意味合いで横回転を加える、これはシンプルな横回転ショート。相手が回転をかけたドライブを打ってきた際に行う技術というのは横下回転ショート、カットブロックですね。この使い分けを行うことができれば、相手からしたらスイングの動作ってそんなに大きく変わらないんですよね。なのにちょっと合わせるだけでボトンと落ちるボールであったり、
落ちたから突き返そうと思ったらボールがすごく上に跳ね上がってしまうといった、まあ、シェイクハンドの選手からしたら、まあ、考えられないようなボールを作り出すことができるんですね。まあ、ペンホルダーを使うからには、まあ、こういった独特の球質を作り出すことがやっぱシェイクハンドの活動ではすごく大事になってくると思っていて、やはりバックの攻撃力という点ではペンホルダーがシェイクに勝つことってなかなかできないんですけど、まあ、技術のバリエーション変化のつけやすさというところはシェイクに勝ると言っても過言ではないと思いますので、まあ、相手のボールに合わせて相手が自分のリズムにちょっと合うようになってきたときにこういった技術で変化をつけることができれば自分が無理して攻撃しなくても相手のミスを誘うことができる、まあ、すごく省エネ的な、まあ、卓球におすすめの技術かなと考えております。そして最後3つ目のショートとしてはストップショートです。いらっしゃらないと思うんですけど、まあ、ストップという名の通りバックショートの中で、まあ、やや短くボールを落とすようなバックショート、まあ、これを取り入れることはすごく大事になってくるんですね。まあ、先ほどのショートを、まあ、習得することができれば相手が取ってくる選択肢ってダイレクトの距離を若干取ってくるんですよね。まあ、特にペン表の選手だと、まあ、上から上からポンポンポンってショートを押していって相手の嫌がるようなボールを作り出すことができた。ただ相手もよっぽど初心者がなければそれに対する対応策を考えてくるんですね。そして相手が台との距離を取ってしっかり待って打ち返されだした、まあ、表ソフトのよくある負けパターンなんですけど、ただそうされてしまったら終わりではなくて、その中で短く落とすようなバックショートを取り入れてもらうことができれば相手の台との距離を自分がコントロールすることができるようになってくるんですね。それこそ後ろに下がっている中で前に落として、まあ、失敗をしてくれたら儲けもんですし、相手がそのボールに対して台の近くに来てボールを処理して相手が前に来た時に自分がまたナックルショートで厳しいボールを送ることができれば、まあ、ナックルショートをより効果的に効かせることもできるようになりますので、その技術単品での得点率はあまり高くないかもしれないんですけど、このストップショートという、まあ、技術を試合の中に数本取り入れることによって相手の何気ないボールに注ぐことができるようになりますので、まあ、一歩間違えたらこのボールチャンスボールやと思われがちになるんですけど、ただ絶対に試合の中では取り入れていただきたいです。まあ、そのコツとしては、まあ、ワンポイントなんですけど、ちょっと横回転、横下回転を加えること。ただ当てるだけで短いショートにしてしまうと普通の前進回転の短いボールはやっぱり取られやすいです。なのでちっちゃい変化だけつけてしまえば相手がちょっとこう合わそうという気になってくれる。だったら次のボールへの、まあ、繋がりも生まれてきますので、ストップショートだからといってただ止めて入れるだけにはならないようにしていただきたいです。最後にこれ注意点なんですけど、まずは基本的なバックショートが行えるようになった上でこの3種類のバックショートに取り組んでもらうということです。この3種類のバックショートを使えるようになればすごく試合で効果的なんですけど、ただあくまでまずは基本ですよね。基本ができてない上でさまざまな応用の技術を行いすぎてしまうとプレーが全部小手先だけになってしまったり球に対する対応力がなくなってしまいますので、まずはバックショートのグリップの作り方、体の使い方であったりを簡単なラリーから覚えていただいて、それが自分の中で体に染みついて彼とした技術になってから、さまざまな技術に取り組んでもらうことが私の中のおすすめになっております。ここだけは気をつけていただきたいですね。しっかり活用することができればバックショートで試合を作っていくこともできる超おすすめの技術ですので、皆様ぜひ一度お試しください。ご視聴ありがとうございました。